北海道の飲食店の数はおよそ3万2000店。そこで働く人の数は16万6000人。長引く不況で飲食店オーナーから聞こえてくるのは営業不振のため息だ。売上っていうのはどういう状況？去年なんかはやっぱりすごく落ちたんですね。なかなか売上が良くならないですね。経営が行き詰まり、店を閉める飲食店も少なくないという。そんな北海道の飲食店を元気にしたいと一人の男が立ち上がった。飲食コンサルタント宇井義行、26歳でフードコンサルタントとして独立。以来全国の飲食店3000店舗以上を指導。飲食業界の仕掛け人としてアメリカ、韓国などにも活動の場を広げている。その仕掛け人が北海道で動き始めた。北海道から新たな、風を吹かせたい。北海道の隠れた食材を探せ、飲食の仕掛け人密着24時。北海道札幌、北の大地にある飲食業界を活気づけようと活動の拠点を東京から札幌に移した飲食の仕掛け人。その朝を追いかけた。あ、おはようございます。今日は、これからどっちだ？これから美瑛に行って面白い商品があるので、それをちょっと世に出したいので、その店に行きます。午前10時札幌を出発。車を走らせることおよそ3時間。十勝連峰に抱かれた町美瑛、丘の町と呼ばれるほどなだらかで美しい丘陵が魅力で、観光客も多く訪れるという。この町に35年続く洋食屋純平。こんにちは。オーナーの佐藤栄一さん、奥さんと2人で店を切り盛りしている。オーナーのこだわりが詰まったエビフライをアレンジしたメニューがある。遠くからそれを目当てにやってくる客も多い。長年かけて開発した独自の作り方に、醤油をベースにしたオリジナルのタレ、サクサクした食感にジューシーなエビの風味が人気のエビ丼だ。多い時は1日で250食売れたというこのエビ丼。ウイ氏はフランチャイズ化させることをオーナーに提案した。ほんとサクサクしてるし、プチのエビも本当にいいよね。本当に違いますね。北海道の隠れた味をもっと多くの人に知ってもらいたいというウイ氏からの提案を聞いたオーナーは、フランチャイズっていうのに興味があって、意識してそういった商品作りをしてたんで、夢が叶うかなっていう、そんな感じでしたけども。しかし独自の味だからこそ難しい課題がある。エビは大きめのものを使うため原価がかかってしまう。サクサク感を出すためのパン粉は自家製だ。揚げる油も2種類をブレンド。さらに揚げ方にもこだわりが。大体表面がきつね色になったら、はい、大体中のエビが8割ぐらい火が上がって、通ってる、入ってる程度に、あと余熱で2割火入れていくという感じ。3日がかりで仕込む醤油ベースのタレをご飯の上にかけていく。タレかけたばっかしだとちょっと醤油の癖がまだ残ってるんで、でこっちの余熱に火入るのとタレが馴染むのと、大体2分ぐらい置いといて、で完成させるという感じです。作業は単純ですけど、それこれまで来るまでに結構手間がね、かかるんで。
独自のメニューだからこそかかる手間暇、他の店で再現することはできるのだろうか。愛情があって言われた通りちゃんとやればできるんですね、うん、できないものってないと思うんですよ。もちろんタレがあって、あと揚げ方を教わって、要はそれが愛情がないことと、それと自分勝手にやってしまう、結局変えてしまうんですよね、うん、変えてしまったらそれはいいものでも決して良くはならないので、ビジネスもはビジネスなんですけど、そういうふうにあまりならないようにしていきたいなって。そしてやった方たちがみんなが幸せにならなきゃいけないので、そしてその人たちがまたエビ丼に対して愛を持ってみんなにすごいものだろって言えるようなプライドを持ってやってもらう、そういうチームを作れるようにしていきたいなと思ってます。まずはこの味に惚れ込んでくれるオーナーを道内から探していくという。北海道にある美味しいものをアピールすることに、ウイシなりの思いがある。北海道はもちろんね、前から天然資源がこうたくさんこうあって、そしてそれが、まあ、日本の近代化の原動力にもなってるし、まあ、今までは天然資源をいいものをただ素材を出してたっていう、これからはその素材をもっとより良くなるようにまあ手を加えていく、こういうものを世にもっといっぱい出していきたいなっていうのが私のその北海道に対する思いですね、はい、ウイ氏が見つめている先は飲食店だけではない。この日訪れたのは札幌にあるラーメン店。こんにちは。待っていたのは札幌で29年続く製麺業者だ。持ってきたのは北海道で採れる玉ねぎ、札幌木を練り込んだラーメン用の麺。これを業務用に販売したいという。業務用で、まあ、本当は世の中に出して多くの、まあ、方に食べていただければ、まあ、私の役目としてもやっぱりいいものを多くの人に伝えたいっていうのが一つの趣旨なので。普通の玉ねぎよりも甘く風味が良い札幌木を練り込んだ麺、さらに熱が加わると甘みが増すという。また茹で汁が濁りにくいので機械を汚さないメリットもあるという。すでにスープ付きで市販されているが、業務用としてこの麺を使ってもらうためにはどんなスープが合うのか。この日は辛味噌や豚骨など3種類のスープを試食した。このシャン、この間シャンノをいただいて美味しかったけど、やっぱ違う。美味しい。シャンノも美味しいけど、やっぱこうやって店でね、こうやってみたら美味しい。北海道名産の玉ねぎを練り込んだ麺を業務用として売り出すために、ウイ氏が提案した方法とは。この素晴らしさとマッチした、まあ、スープを、まあ、今現在も素晴らしいんですけども、一つの新しいパッケージとして作り上げて世に出していった方がこの麺自体がスムーズに受け入れられる。あともう一つはやっぱりその北海道のその玉ねぎの歴史というのがあって、やっぱり玉ねぎが一番初めに北海道で作られたって栽培されたっていう歴史の中で、この玉ねぎの良さというのをもっとアピールしていければいいんじゃないかなというふうに思っておりますけど。どうしてウイ氏に販売の方法を相談したのか。東京の美味しいものを知ってる方がですね、びっくりするぐらい美味しいものをですね作り上げて、その先といいますかですね、もっと大事なその良さをきちっと伝えるっていうことは大変、私も含めてですね、あまり得手としてなくてですね、やっぱり大切なことは何でいいのか、どういう使い方ができるんだってことまでを伝えない限り使えないんですね。北海道の隠れた食材は関連業者の中にもある。この日ウイ氏が向かったのは飲食店オーナー向けに開いた個別相談会の会場。おはようございます。どうもお疲れ様です。相談に来た和食居酒屋店のオーナーは売上の低下に悩んでいた。ただいっぱいいっぱいなところが今ありまして、自分がでしょ自分、それはそうだと思うんですよ。結構自分も本当にもう疲れちゃってると思うよ。はい、
クーポン券などを発行して新規の客は来るものの、2度目以降の来店頻度が低いという。例えばですよ、クーポンで来る客はどうせ残らないと初めから頭でこう決めているとかね。社長は来てもらうためにやってきたんだから本当はいいのに、それがクーポンマニアだとか思っちゃったり、どうせ2度も来ねえだろうと思っちゃうから、そこに仕掛けられない。いや、あると思いますよ、リピーターを仕掛ける。だから仕掛けなきゃいけないんですよ、今度来たら、はい、再来店してもらう仕掛けを。店の状態を悪化させないためには、赤字になる原因の早期発見が大事だ。相談会が終わった後、会場から近いこともあり、ウイシはオーナーが経営する店を見に行くことにした。こんにちは、はい、すいません。ウイシが提案した客を逃さないための方法とは。個別相談会にやってきたリピート客が少ないことで悩んでいるオーナーの店へ向かった。店はすすきのの繁華街にある飲食店ビルの4階。はい、すいません。席数は45席、落ち着いた雰囲気のおしゃれな内装だ。客が料理を選ぶのに重要なメニューは。いや、すごいメニュー、面白いよメニュー。いいお店だよ、うん、雰囲気もいいし。人気があるというメニューを頼み試食をする。盛り付けも綺麗だ。野菜を中心としたメニューも味に問題はない。ウイ氏が注目したのはメニューの内容ではなかった。あ、どうもお疲れ様。どうぞ社長、ちょっとだけ、はい、もうすぐ答えが出たのでパッと帰って言って帰ります、はい、せっかく忙しい時間にお邪魔してると失礼なので。いえ、どうぞ。社長ですね、一つ、はい、メニューは本当にすごくいいんですよ、はい、だから本当に僕としては感動をしました。ありがとうございます、うん、一つの問題としてはあまりにも、はい、商品が良すぎてですね、はい、お客さんとしてはどれを食べていいかわからないんですよ、うん、だから一番いいのは何でも来させるには初めて来たお客様のためのメニューコースって言っておすすめを作っちゃう。来店回数に合わせたコースやメニューを作ってお客に勧めていくことを提案した。そういう方法論を取ると来店頻度が確実にこう高まっていくので、非常にね、期待をさせるメニューなんですよ、うん、だからそういうふうにまずやられた方がいいということですね。こうしたアドバイスもオーナーが実際に行動することが大事だとウイ氏は言う。風邪ひいて具合悪かったら、うん、自分で寝て治す場合もあれば、ちょっと具合悪いから薬買って飲もうかなと、でも薬買って飲むぐらいじゃ治んないから病院行こうかなっていうだけの違いなので、あとは自分の症状で判断をするっていうことだと思います、はい、でもいいお店でよかった。北海道の飲食店を元気にするために立ち上がった飲食の仕掛け人。飲食店の勉強をするセミナーを開催したが、集まってきているのは皆飲食店のオーナーではないという。飲食店の関連企業の業者さんで、まあ、税理士さんも入ってるんですけど、あと内装屋さんだとか食材屋さんだとか酒屋さんだとか、そういう飲食の方、飲食の関連企業さんで飲食店を応援しようということで、そして今日は飲食店の勉強をすると、飲食店経営のね、そういうことで皆さん集まってるんです、はい、飲食店サポートクラブでは飲食店により良いアドバイスができるように飲食店経営の勉強を行っている。飲食ビジネスの講座のほか、異業種交流会などでネットワークを作ることで飲食関連業者自体の発展にもつなげていくという。参加している業者はウイ氏のことをどう思っているのか。非常に情熱的な、あったかい感じ、優しい人です。すごいパワーはエネルギーを感じますか。さらに飲食業界の発展を考え、経営をサポートするプロも育成していくという。
飲食店経営者に対する良きアドバイザーを養成するための資格制度を整えた。レシピプランナーっていうのは、まあ、飲食店で働いてる方たちがちゃんとしたレシピをね、基準表っていうのを作れるようなことを教えるのがレシピプランナーで、フードアドバイザーっていうのは身近な方で、まあ、本業を持ってるんですけども、その本業のを生かしながら飲食店の方にお役に立てるようにしていくっていうことと、あとはもう一つフードコンサルタントっていって、それを専業として生きていくっていう、その3つの講座ですね、はい、飲食店をサポートする人たちの意識を高め、教育することが飲食に携わる人たちの幸せにつながるという考えだ。飲食店サポートクラブは飲食店のオーナーに向けたさまざまなセミナーを開催。この日行われた個人飲食店のためのセミナーにはおよそ200人の飲食店オーナーが参加した。皆さんは来てくれたお客様一人一人を本当に特別なお客様と思わせるようにすること。分かる？自己ひいきじゃない、全部の人の自己ひいきなんか間違ってる。フリー客と、ね、常連客自己ひいき、そうじゃない、全部のお客様を特別扱いするようにすること。それは見えないところでいくらだってできる。北海道産の食材の展示会も行われた。参加した飲食店のオーナーは、まずね、すごく楽しかったです。やっぱりこう飲食が夢のあるね、仕事だっていうことを、まあ、再認識っていうか、やっぱり基本だと思うんですけども、いかにお客様に喜んでもらえるかっていうことを考えることの大切さっていうのを改めて勉強をしました。飲食店オーナーが勉強をする場や食材などの情報を提供する集まりも作った。北海道の飲食業界を元気にしたいという宇石の志に賛同するサポートメンバーは、一人北海道に乗り込んだ宇石の心強い支えにもなっている。志を同じくするメンバーに宇石は、北海道全土で小さな町までも行って僕たちの主張を伝えていきたいと、そう思いますので、お力添え一つよろしくお願いします。どうも。ウイシが目指す北海道とは、今いろんなところでなんとか日本を良くしなければいけないっていう部分があるわけですよね。でも私は本当は北海道から北から徐々に南に上がっていくように、北海道から新たな、風を吹かせたい。それはその北海道のもともといいものがない限り、それを加工することはできないので、そういう意味で人間性も素晴らしいし、能力もあるし、そして天然資源がある、提案型になって、提案型をしながら日本のリーダーになろうと。宇井義行61歳、東京から北海道に軸足を移し、北の飲食店の改革に動き始めた。北海道から新しい風を、多くの繁盛店を生み出した仕掛け人の新たな挑戦は始まったばかりだ。